ないやん。まずは気持ちで負けないことと、はい、ディフェンスからブレイクというテーマを今日は掲げているので、そこを発揮して、今日たくさん応援に来てくださっているので、本当に少しでも元気を与えられるようなゲームにしたいと思います。カズキは行きましょう行きましょう。前に、まずは、こういった素晴らしい経験ができたのは、誰のおかげなんだっていうところ、ここはゴールじゃないし、この大会っていうのをどういうふうに個人個人が捉えるかっていうことが発見されて、次